日本東京都港区芝浦芝浦は東京都港区の地名。現行行政町名は芝浦1丁目から芝浦4丁目。芝浦港南地区総合支所管内に属する地域である。郵便番号は1丁目が105の0023、2から4丁目が108の0023。現在の芝浦は明治昭和初期に隅田川口改良計画によって、 東京市芝区の臨海部を埋め立てて成立した。東京湾埋め立て2の6号地にあたり、芝、三田と JR 山手線、京浜東北線の線路で、港区海岸、江南とは、運河で接している。ほぼ全域が、山手線多町駅東側に位置する、運河の多い埋め立て地であり、工場やオフィス、倉庫などの商工業施設が大半を占め、 田町駅芝浦口周辺を中心に商店街、飲食店街がある。バブル景気の頃にはウォーターフロントとして流行の発信地となり、ディスコやライブハウスが多数作られた。最近では工場の跡地などで大規模な再開発が行われており、マンションが増えている。特に芝浦アイランドがある芝浦4丁目では近年人口の増加が著しい。 芝浦とは、芝の裏の意味であり、もともとは、芝一帯の東京湾を指す言葉であった。この地域一帯の地名に見られる、芝とは、文字通り芝のことで、芝が生い茂った地であり、その沖の海岸部分であるため、芝浦と呼ばれるようになったと言われている。また、芝とは、芝沖の海苔の養殖に使う木の枝、日々のことであり、日々の並んだ海であることから、 芝浦となったとする説もある。芝浦は現在では行政区画上の芝浦市の4丁目の地域のことであるが講義では港区海岸、江南の全域を含む山手線よりも東京湾よりの地域全体を指し山手線より内陸の部分が芝と呼ばれる。芝浦三橋、芝浦不等駅、芝浦パーキングエリア、芝浦ジャンクション、 芝浦で入り口は港区海岸に芝浦下水処理場は港南にある。芝浦の町域内には鉄道駅はないが、田町駅、三田駅、日の出駅、芝浦不当駅などが近い。昭和初期、芝区では埋め立て地や区画整理が実施された地区を中心に町名整理が行われた。現在の芝浦一帯は以前は江戸湾の浅瀬だった。中世から 東京湾の重要な海運拠点で、戦国時代には、ご法上市の水軍の一拠点であったとされ、法上市の遠石である、キラより安と、玉縄城主、法上綱重の管理下に置かれた。歌川広重江戸時代には芝浦は、雑魚城と呼ばれて、漁村として栄え、また芝浦で採れた魚は、芝魚と称され、江戸に広く出回り、将軍にも献上された。いわゆる江戸前である。 特に芝海老は特産となった。芝浦の沖合では海苔の養殖も行われた。日本初のプロ野球チーム、日本運動協会の発祥の地である。芝浦を本拠地としていたことから、芝浦協会とも呼ばれていた。また、日本初の放送が行われた場所も、この芝浦の地である。詳細は日本放送協会の遠隔を参照のこと。芝浦では、 1990年代以降、付近の塩止めや品川などの埋め立て地と同様再開発が盛んになった。その代表的なものが2007年に竣工した大規模な高層住宅群、シワウラアイランドである。都営バス総社場、新密移製等工場などの跡地に、ケープタワーやエアタワー、グローブタワーなど、高さ160メートル程度の高層マンションが4棟、建設された。 また同じ芝浦4丁目、沖電機工業の本社及び工場跡地にも、高層住宅、キャピタル MARK タワーが、同年10月に竣工した。2016年1月には、芝浦1丁目、柳瀬本社跡地に、高層住宅、グローバルフロントタワーが建設された。2021年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。奥に見えるのが建設中であった芝浦アイランド手前に見える青い建物は NEC スーパータワーで芝に位置する。柳瀬本社、ありがとうございます。